どうも、国臭いチャンネルをご視聴の皆様、こんばんは。三浦マリドです。羽賀健二です。また捕まっちゃいましたよ。また捕まっちゃいました。どうもお騒がせしました。すいませんね。どのね、あの、クイーンあれ、ただね、今日ね、あの、ジンクス最近ね、分かったのって。羽賀健二が捕まる年は、必ずジャイアンツが優勝するって。おこれそう、これ暮らしの一口メモだから、ね、昨日僕マツダスタジアムで胴上げ見ましたから、ね、最高に気分悪かったですよ。カープファン、カープファンですか。カープファン、俺みたいなジャイアンツファンがそれに気づかなかったことは歯がゆい。いいね。そんなわけで、私折島一平と、R1 グランプリ2013年度王者三浦マイルド氏と二人会ライブをですね、はい、なんと来たる、はい、10月11日、はい、金曜日神戸喜楽館、はい、12日、土曜日、なんば、味噌のビール、ベニズルで、これがね、うん、この会場がもう今年でなくなっちゃうんですよ。そうなんですよ、はい、あの味噌のユニバースっていうね、はい、映画の舞台にもなったね、はい、まあ、大阪の名所といってね、はい、過言ではない、いろいろ懐かしみあふれるあの空間がですね、まあ、取り壊しというか残念ながらね、はい、いろいろ事情があってなくなっちゃうんで、じゃあ最後の二人会と、うん、そういうことになります、はい、そして次の日、はい、日曜日13日がですね、うん、梅田ラテラルという会場で、この公演はあのお昼の開催でして、はい、あの14時開演になりますんで、でこの公演のみあの配信がございますんで、うん、配信チケットも発売中でございます。そうなんです。前田さん、はい、11、12、13と、はい、もう日替わりでゲストが豪華、はい、行きましょう。11日が、大阪の漫才師ヤング、油乗ってます、はい、今油乗ってるよ、はい、うん、で12日がボニーボニー、うん、若手の生きのいい、はい、ものすごい評判聞いてますよ、はい、うん、そして13日がすごいシンデレラエクスプレス、やった。いやもう、はい、上方漫才界のね、もう大看板、はい、もう本当にね、畏敬すべき、はい、あの大先輩ですよね、光栄です。で13日はやっぱりもうせっかくシンプレさんをお招きするので、ちょっと結構トークの時間も長めにとってやろうかなと思っておりますので、はい、本当にもう我々本当もうシンプレさんに比べたら本当弱輩の見ながらね、ご一緒させていただいて光栄でございます、はいはい、というわけで、10月11日新開地の喜楽館の方はチケットピアさんでも、はい、ご予約を受けたまっております、はい、おかげさまでね、いろいろ、はい、ご注文が、順調にお席埋まってるんですけど、結構今ガンと伸びてきてる、伸びてきてます。まだお席まだ余裕ございますから。はい、もうないでしょ。あるの？あるの？ありがとう。今日は通販番組でありがとうございます。お届けさせてもらって。おお！ベンジ。よ。ありがとう。いいですか？はい。整いました。マイルドさんと一平さんの二人会とかけまして、足の綺麗な女性届きます。その心は？ぜひとも見に来てほしい。バザー！バザー！ミニタコ、ミニタコ。学芸大前、バカ野郎。ランダウェイ、ランダウェイ。いや、そんなわけでですね、はい、今更ね、はい、申し訳もないんですけども、今日はですね、我々の本当に、心強い仲間たちとですね、国臭い第、232回、はい、の打ち上げをここ神保町の某居酒屋にて展開中の真っ最中で、はい、そこにかこつけての、ね、協力販促キャンペーン、販売促進のね、はい、販促キャンペーンを兼ねての告知動画撮影でございます、はい、どうかですね、関西圏にお住まいの皆様に限らず、ね、11日金曜日、12日土曜日、13日日曜日、10月の3日間、どれか1日だけも結構です、はい、2時間だけ我々にいただけませんでしょうか、はい、ね、ナンバベニツルは真由さん、はいはい、思い出の、ね、空間でございますよ。そうですね、うん、結構、まあ、チャンス大城さんと3人会からスタートしまして、はい、そう2016年、はい、もうさかのぼること8年前からやらせてもらってました、はい、うん、前野さんのもう、まあね、ごめんなさいね、今お亡くなりになっちゃいましたけど、はい、行き別れのお父上が見に来てくれたり、はい、ね、チャンス大城の彼が高校の時夢中になってたね、パンクバンドのボーカルの人が
まあ、そのバンド解散しちゃったんだけど、フラッと我々の3人会見に来てくれたりとか、うん、そんな思い出もリンドバーグだっけ。いや、リンドバーグは見に来ないです。リンデーじゃなかったですよね。近々来るよ、日本にグリーンデー。いろんな思い出の地なんですよね、うん、そうなんです。でそこでの開催がもう今年で最後ということになるんで、うんうん、はい、ぜひ皆さん、はい、見にいらしてください、はい、よろしくお願いします。1日だけでも結構です、はい、お待ち申し上げております。謹んで、はい、11、12、13、金土日、10月、はい、気楽館ナンバーベニツル梅田ラテラル、はい、どれか一つだけでもぜひぜひ最高の会にしますんでお願いします。お願いします。